キスピュース、またはキスピュースの丘はイタリア・ローマ中心部の丘。抗義にはエスクイリーノの農家の一部であり、その北側の一部をキスピュースの丘と呼ぶ。古代ローマのアゴナリア祭りの一つで12月11日に祝われる79歳、または79歳で祝われる対象の79のうちの一つである。アウェンティヌス・カピトリヌス・カイリウス・エスクイリヌス・パラティヌス。 クイリナリス・ウィメナリス紀元前31年のローマの地図上に示したローマの7級及びその他の主要地形の名称。都市を囲む国天線はセルウィウス城壁エスクイリーノの丘からキスピウスの丘が南西方向に分かれて伸びる付け根あたりにサンタマリア・マッチョーレ大聖堂がある。このあたりの標高は54メートルである。オッピオの丘との境界はスブラから続く谷間であり、 谷底は、ティブルティーナ街道に続く、幹線道路であった。この街道が、セルウィウスの城壁を出る位置には、エスクイリーナ門があり、現在は、ガッディエヌスの門と呼ばれている門である。テルミニ駅の前には、ローマ国立博物館のマッシモグー文館がある。地下鉄駅やトラムの停留所は、オッピオの丘の北西側と南側の谷底にある。ありがとうございます。